好きにしろ。プロポーズ、愛の誓いか。私もいつかは。はい、どうも、バーチャルスヤイメロンです。一気当選エクストラバースト、本日もやっていきたいと思います。で、新イベントドキドキハロウィンパニックが本日よりスタートしました。こっち、はい、なんかいつもと UI がちょっと違う感じですけど、はい。で、前半戦のピックアップガチャはこちら、初ですね。はい、これ、あとが SSR となっておりますと。じゃあ早速性能の方見ていきましょう。クッキーウィッチ、あと、闇属性の武器が、シグでいいのかな？メス編に司でなんて読むの、まあ、とりあえず、シグと読みます。で、中衛と。はい。で、スキルが、ウィッチブースト。15秒間パーティーの余ダメを 20% 上昇する。レプリケーション。敵一体に威力 125% の闇属性攻撃を1回行う。追加効果で、自身が次に使用するスキル、EB の威力を 1.5 倍にする。で、ハロウィンマジック。敵一体に威力 230% の闇属性攻撃を1回行う。で、エクストラバーストが、クッキーマジック。すべての敵に威力 1400% の闇属性攻撃を1回行う。ということで、まあ、スキル見た感じも竹蔵に続いて、まあ、またレイドバトル向けの、まあ、強力な闇アタッカーっていう感じですかね。はい。アイドル孫作と同じで、2個目のスキル、リプリケーションですね。これが、スキル 1.5倍のバフっていうことで。ただ、孫作と違って、まあ、スキル配置が2個目なんで、まあ、相手の攻撃が自分に集中したら、もう1周目から、ハロウィンマジック使う前に、エクストラバースト狙うこともできそうですね。はい。本作だと、スキル配置1個目なんで、すぐ 1.5 倍バフ使っちゃうんで、まあ、基本スキル回し2周目から狙う形になるんですよね。はい。まあ、とはいっても、高難易度のレイドバトルだと、エクストラバーストは、まあ、自分は即打ちよりも、まあ、ゲージ 1.5 から2、もうすぐに溜まるぐらい、まあ、2発打てるぐらいになってから一気に使った方が強いと思ってるんで、まあ、そんな大した問題ではないとは思ってるんですけれども。はい。あと、孫作と違う点は、あっちは威力 1200% に対して、まあ、こっちは 1400% なんで、まあ、威力は 200% 後の方が上ですね。はい。まあ、その一方、孫作には、光属性の耐性 20% 低下の効果があるんですけど、まあ、こっちは特に、そういう効果はないんで、まあ、スキル単体の威力で見たら、こっちの後の方が上なんですけれども、まあ、レイドバトルを想定した総合的なダメージは、アイドル孫作の方が優秀かなって思いますね。はい。まあ、同じようなスキル持ってるからっていうだけで、アイドル孫作と比較したんですけど、まあ、そもそもこの二人、光と闇で属性違うんで、まあ、競合はしないんで、闇属性の中で言ったらもう竹蔵に次ぐ高性能な中衛だと思いますと。まあでもうちにはちょっと絶対不動の大天使の天意がいるんで、仮にゲットできたとしてもまあ残念ながら、まあ、この後はちょっと2軍確定ですね。はい。では次見ていきましょうか。 SR の方ですね。トリック&トリック。あ、いいですね、この名前。義経らしくて。はい、源プロ義経と。で、こっちは火属性で武器が杖の前衛ですね。で、スキルが、
いたずらな微笑み。75秒間、パーティーへの全ての単体攻撃を引き受ける。小悪魔キス。30秒間、敵一体の余ダメージを 10% 低下させる。トリック・オア・トリート。敵一体に威力 200% の規則性攻撃を1回行う。特性。余ダメの 10% を吸収する。で、エクストラバーストがなし。ということで、まあ、前衛の役割をきっちりこなせるスキル、3つ持ちで、非常に優秀ですね。まあ、特に3つ目の、この吸収ですね。この HP 回復手段を前衛が持っていると耐久力かなり上がるんで、非常にありがたいですね。まあ、特にうちは、巨長も弁慶もいないんで、火属性の前衛はとても重宝しますね。今は夜桜を画面で使ってるんですが、まあ、もしかしたらこの義経に乗り換えちゃうかもしれないですね。はい。まあ、出たらですが。はい、スキル見ていきました。まあ、ではそろそろ本題のガチャ回していきましょうか。今回は、まあ、前回大量に買った流玉の余りが結構残ってるんで、これだと150連かな回せるのかな、回していきたいと思いますと。てかもう150連回して出なかったらもう天井までこれやっちゃうと思いますけど。はい。まあ、やっていきましょうと。ということで、1回目。ローディングは、なしかなこれは。人事を尽くして天命を待つ。はい。移動しろってことで、一歩出てるんで、押します。こっち。はい。と、ヨスネも出てないと。はい。じゃあ2回目。ゴー。ん？長いか。どっちだろう。SR の方のローディングかな。お !SSR 出てる、スキップないんで、新キャラは確定と。さあ、誰だろう。最近追加された SSR か、工場の。これは？出ましたね。頼もしい味方が現れたみたいね。なるほど。こんな声なんですね。いや、早かったですね、今回も。ただ、SR 出てないから最後の。出なかった。私は後、生徒学園の後よ。なるほど。あ、結構でも、イメージ通りというか。はい、ということで2回でしたね。ちょっと SR の SN 出なかったの残念なんですけど、まあ後半のピックアップもあると思うんで、まあそっちで出たらいいかなってことで、今回はこれで終わりたいと思いますと。ん？てか、なんでこれ残ってんだ？これ、まだ回す人いんのかな？まあいいや。ん？なんか下にもよくわかんないのかな？銀銀。まあいいや。ちょっとイベントの詳細まだ見てないんで、どういう内容になってるかわかんないですけど。はい。まあ、あと無事出てくれたんで、よかったです。ということで、まあ今回も見てくれてありがとうございました。ではまた次回後半戦でお会いしましょう。バイ。